アベマ番組、ブレイキングダウンドッキリシャバソーナンバーワン決定トーナメントの最新映像が29日、公開された。ドッキリにもかかわらずスタッフにブチギレたとある選手が話題になっている。動画、ぶっ飛ばすからなとブチギレスタッフの静止振り切りカメラを足で破壊するサトル話題になっているのは同番組の次回予告。体中にタトゥーの入ったコアモテラッパー、サトルがブチギレていた。 顔面にパイのようなものがついたサトルは、わかってんのかてめえこの野郎、と女性スタッフの静止を振り切り、カメラにキック。すみませんと謝られるが、気にすることなくカメラを破壊し、暴走していた。そのまま怒りの矛先はスタッフへ向く。メガネをかけたスタッフのメガネを奪い、去り際には、朝倉未来に行っておけよ。ぶっ飛ばすからなって、とドアを勢いよく開けて出て行った。 サトルのブチギレにネット上では、サトル好きやは W。笑えないぐらい高いカメラだと思う。やんちゃ。喧嘩ならめっちゃ強そう。危険な表情などの声が上がっている。